皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。本日はホテル生活の経済事情についてお話をしていきたいと思います。私はですね、2020年1月からこれまで1年2ヶ月ぐらいですかね、ホテル生活をしてきていまして、本当にいろんなところを転々としながら生活をしています。そういった生活をしていますと、ホテル生活どれぐらいお金かかるのっていうふうに聞かれることが多いんですね。今回はそういったご質問に回答できるような内容にしていきたいと思います。この動画では2021年1月ですね、その1ヶ月間にかかったホテル生活の費用について詳しくご説明していきます。はい、でまずですね、ホテル生活にかかる費用の種類についてご説明していきたいと思います。大きく分けて3つありまして、1つ目が宿泊費ですね。これは通常の賃貸でいう家賃に当たる部分かと思うんですけども、ホテルにかかる費用ですね、宿泊です。はい、で私の場合はルールを決めていまして、ドミトリーに泊まらないということにしています。ドミトリーっていうのは大部屋で複数人が泊まるようなところで結構お得に泊まれるんですけども、私の場合着いた後に結構仕事をしていることが多いので、そういったちょっと仕事環境的にちゃんと個室でですね、デスクがあるところに泊まるようにしています。あとはですね、現地で宿泊税とか、あと入湯税といった温泉地とかそういうものがかかるんですけども、追加で支払う料金みたいなのが結構現金で払ったりとかするんですけど、そういったものを一個一個換算していくと計算が大変になってしまうので、そこも除外していますので、ちょっとまあ今回記載しているものより若干かかるかなぐらいで考えていただければ大きく変わらないんじゃないかなと思います。続いて2つ目、移動費ですね。こちらはですね、まあそのままなんですけども、電車であったりとか飛行機、あと新幹線とかといった移動にかかる費用となります。電車についてはスイカへのチャージ金額ベースですね。私は基本的にスイカずっと使ってますので、それのチャージ金額ベースで計算していまして、飛行機とか新幹線についてはクレジットカードの明細ですねをベースに計算をしています、といったところですね。はい、で続いて3つ目は荷物管理費になります。こちら何かっていうと、これは結構ホテル生活特有のところなんですけども、荷物ですね、私の場合スーツケース一つにまとめて、あとそれとベッドリュックを持って移動してるんですけども、そのシーズンオフの服とかまでそのスーツケースに入れることができないので、シーズンオフの服とかあと靴とかですね、そういったものはサマリーポケットっていうサービスを使って倉庫に預けているんですね。ですので、まあそれに倉庫に預ける費用だったりとか、あと取り出すごとにお金がかかってきますので、そういう取り出すの衣替えとかの時期は結構お金かかったりとかするんですけど、そういったところで取り出したりとか預けたりとかする費用みたいなところで荷物管理費がかかってきます。あとはまあスーツケースにまとめてはいるんですけども、それもホテルの間ですね、歩いていく間ずっと持ってるのはちょっと大変なので、私の場合はヤマトのサービスを使ってホテルとホテルの間でスーツケースを送ってしまって、リュック一つで移動するみたいな感じにしています。でそのヤマトの費用ですね、1回2000円ぐらいですかね、かかりますので、そういったところで発送費といったものがかかってきます、といったところで、こういう荷物の保管であったりとか発送みたいなところでサマリーポケットっていうサービスを使っていたりとか、ヤマトのサービスを使っていて、そこの費用で荷物管理費がかかってきます、といった感じになります。はい、でですね、この宿泊費、移動費、荷物管理費といった3つの費用項目に沿ってこれからご説明していきたいと思います。はい、で2021年1月にかかった費用ですねをご説明していきたいと思います。まず1月ですねについては合計229,344円といった金額がかかりました。内訳見ていきたいと思います。まず宿泊費が 79% 占めていまして、 181,208円となります。ここがもう大部分ですね。これはまあずっと前月から変わらずこちらの傾向になります。続いて移動費が 19.0% となっていまして、金額としては 43,470円となります。前回確か 20% 以上こちら占めていたかと思うんですけども、なので今回移動費は結構下がってるんじゃないかなと思いますね。はい、で荷物管理費が 2.0% を占めていまして、金額としては本当に少なくて4666円というふうになっています。で宿泊費のところですね、こちら大きいのでもうちょっと掘り下げて見ていきたいと思います。こちらご覧いただきまして、これが2021年1月ですねに泊まった宿泊施設になります。見ていただくと、こちら兵庫県の宿が上に来てるかと思うんですけども、こちらですね、私初めてこの間淡路島行ってきまして、その淡路島に行った時のホテルですねにかかった費用が結構大きなところを占めてるかと思います。泊まったところとしてはホテルニューアージ別邸、淡路夢千景っていうところと、海のホテル島花といったところになるんですけども、これどちらもすごく良かったですね。まあ、この9900円かかったんですけども、全然もうそれ以上のパフォーマンスだったと思います。あとは大きなところで言いますと、大阪とか京都とかに滞在していることが多かったので、その辺のホテルが来てるかと思います。
特にですね、このホテル阪神大阪3つ目のところであったりとか、あとシークエンス京都五条といったところですね、これ京都のホテルなんですけども、そこの2つについては年末年始に泊まったというところがありまして、多分通常の料金よりは若干割高で泊まったんじゃないかなと思いまして、それぞれ9200円8600円ぐらいかかったといった感じになっています。その他の宿については、まあ東京とかあと京都とか大阪とかいろいろありますけども、結構リーズナブルですね。6000円台以下となりますので、かなりリーズナブルに泊まれたんじゃないかなと思います。はい、そういった内訳になっています。まあ今回ですね、特徴としては突出して高いホテルとか宿泊しなかったんですね。前回とかって結構1万円以上のところが10個近くあったんじゃないかなと思いますので、今回そういったホテルがなかったので、結構安く収まったんじゃないかなと思います。はい、で続きまして直近の費用推移ですねをご説明していきたいと思います。はい、こちらご覧いただきまして、一番右ですね、2021年1月が直近のものになりまして、これ前月から見ていただきますと大きく下がっていることがわかるかと思います。先ほどもご説明した通り、あんまり高い宿に泊まらなかったといったところで全体的にガッと落ちています。なんで止まらなかったかというと、これですね、1月から、まあ、正確に言うと1月、12月後半からですね、GoTo トラベルが停止になったかと思うんですけども、まあ、そのタイミングでちょっと宿泊費を下げるといったことをしました。もともと12月については、とか11月ですね、そういった前については、GoTo トラベルがあるからといったところで、せっかくなので、まあ、ちょっと高めの、ホテルとか旅館とかに泊まろうといったところで、結構宿泊費がガッと上がっていたんですけども、まあ、そこが停止になったタイミングでちょっと、今回は落とそうといった感じで宿泊費を意図的に下げたといった背景があります。ですので、まあ、宿泊費は181,208円といったところで、前月より5万円強ですね下がっているかと思います。で、まあ、移動費についても結構関西にずっといたこともありまして、そんなに飛行機とか使わなかったこともあって 43,000円といった形で前月よりも落ちているような感じですね。まあ、この辺についてはまた GoTo トラベルが再開したりとか、あと緊急事態宣言とかもありますので、そういったものが解除されたらもうちょっと移動を頻繁に行っていくと思いますので、まあ、2月については多分同じような傾向でいくと思うんですけども、そういった旅行がしやすい状況が整ってきたら、またこの宿泊費とかあと移動費とかについてもガッと上がってくるんじゃないかなと思います。でこれはまあ前月から の特徴なんですけど、黄色のところですね、荷物管理費がほとんどかかってないかと思います。これはですね、まあ、もともと私はスーツケース一つで移動するっていう形で、それでも結構コンパクトって言われることが多いんですけども、直近はですね、もうスーツケースもいらないぐらいで、もうリュック一つで割と1週間ぐらいは入れたりとかするので、そういったところでこのスーツケースの発送費とかがあんまりかからなくなりまして、それは12月からの傾向として、なのでまあ1万円以下とかでこの荷物管理費が収まっているところの要因となっております。はい、この傾向については多分引き続き続くんじゃないかなと思いますので、まあ、できるだけ抑えつつ過ごしていきたいなと思っております。はい、で今回もですね、このホテル生活にかかった費用といったところを詳しくご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。これはですね、2020年11月からですね、2ヶ月これまで過去やっていて、それぞれどちらも好評でしたので、今回も続編といった形でやらせていただきました。こちらの動画ですね、また反応が良ければ、来月以降も続けていきたいと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。